はいどうも、ととまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで2月終わりのコースリクエスト特集3日目でございます。早速やってまいりましょう。さあ、というわけで続いてこちらやってまいりましょう。ジャンプで爽快20秒スピードラン、分かりにくいですが矢印に従って進んでくださいということで、メットマリオのままでゴール。ほー、トン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 、ん、合ってた今ので。はい、合ってんのかな。こうこうこうみたいなことっぽくない。はい、トントーンでトーンでトーンみたいなことか。トントーントーントーン、パイーン、左ですか。パイーンパイーンパイーン、あれー、うまくなんかあれだね、ハマらんときあるね。あい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 、違うね、違ったね。どういったんだ今のは。綺麗にはまってるよ。でここで当たって、この P を踏んで、このパウを持って、あ、謎わかんな。でもなんかパウ、あ、そうか、 P 踏んでパウ持って左飛んであいつ倒しつつ行ってみたいなことか。難しくないですか。こう持ってこう飛んでこう行ってこう、違うよな。よいしょ、わいしょ、わいしょ、わいしょ、ちょっと待って、わからんわからんわからん。なんかでも大体の動きはこうなんじゃないの。いや、パウどっか行っとるやんけ。これでさ、鍵ドア入ってゴールはゴールなんだよな。うわ、ここ厄介だな。あれ、てかごめん、ちょっとさっき、ごめん、さっきのテイクさ、普通になんかメット取られたから、なんかもうクリア条件無理だから、まあとりあえず先見るかぐらいでやってたけど、あれ、なんかさ、ドア入った先でもう一個新しいメットもらえたよね今。あれでいけるってことじゃ。ここ P に届かんくないか、絶妙に。これでいいんじゃない。でさ、なんかメットもらえたよねってことは、もうこれでいいんじゃないんですかね。え、これが正しい生き方なんかな。でもメットもらえるってことはこれでいいんかな。さあ、というわけでこちらやってまいりましょう。滑る三段ジャンプ3ということで、コインを4枚以上取ってからゴール。なるほど、あのツルツル滑る床でありながら三段ジャンプを決めていくという、そういうお話でございましてございましてございまして、はい、トンってことかな。よいしょ、でこのバネは持ってくのか。なんか持っちゃった持っちゃった持っちゃった、多分、あ、なんかね、ルート2つあるって書いてあったから、まあどっちでもいいんだろうね。こっちのパターンもあるよねっていう、こっちの方がなんか楽そうに見えるけど、そうでもないんかな。はいはい、あー、なるほど。あい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 、オッケー。まあ上ルートだけで、クリアとさせていただきましょう。というわけで続いてのコースやってまいりましょう。さあ、続いてこちらやってまいりましょう。目印あるでということで、気を抜くな。ベストタイム11秒なんだろうこれは。目印あるでってこと、ん、え、あ、そんなゴール条件があるんだ、何なんだろう。さあ、300秒あるドッスンが降ってくる。じゃあドッスンの上を行けばいいということかな。あー、でもそれでいけんじゃない。じゃあ目印、あー、でも全部降ってくるんだ。この花が目印だからこういけみたいなこと違うかな。違うな。でも、もう一回改めて走るけど、全部いるよね、全マスにいるよね、全マス、いや、いないとかあるな。だから多分なんだ、草が途切れてるところ、どこにいなかった、そこにいないけど、そこ目印、何の目印があるんだろう。でも分かった、この花の一個右、ここが大丈夫だったってことで合ってんのかな。あの花の右が安全ですよっていう目印ということになるのかな。いや、時計あんのかよ。ファイトー。あー、さあ、というわけでこちら、このコースは誰もクリアできません。バージョン2、なんか騙しコースっぽくない、大丈夫かな。このコースは誰もクリアできないそうなんですけれども、まあ一応クリア者は1人出てるので、誰もでクリアできないことはないと思いたいですけれどもね。これ隠しが、めちゃめちゃある、めちゃめちゃある。
隠しがめちゃめちゃあるよ。こっちでいいのかな、進むべきは。なんか左にもあるな。ん？あれ、もう隠しないの？あれ？もうないの？あれ？え、でも左行けない。じゃあ右飛んでみる一回。あー、あとなん、んー、鍵なんて持ってないよー。なんかあるね。なんかあるけど、そこは届かんよね。あ、あんのか。こっちからもどっか行ける。あ、ちなみにこう左もあんのか。左から行けるもしかして。あー、こっちはダメしか。こっちにこう積み上げていったら、あー、なんかそこに行けるようになるんだ。もうない？もうないね。である？うわ、鍵がここにも2個あんのかい。鍵がでもどこにあるって話になってくるんだよね。そしたらね。おっと、なんかそこにも隠しがあんのか。まあでもちょっと一旦右行くか。じゃあちょっとわからんので。これでさ、でも P がないと右進めんやんけ。このコースは誰にもクリアできませんっていうコースだからな。一回とりあえず飛んでみ、あー、届くか、頑張れば。はい、オッケー。3段ジャンプすれば余裕で届く。で、こんな空間が正解なわけねえよな。あ、でもそうか、鍵持ってる可能性あるか。あー、持ってたわ、鍵。持ってんのか。ちなみになんか隠しとかはなさそうかな。じゃあ鍵を持っていけたってことは、こっから4択ゲームに持っていけるわ。あーっと、ここにもあんのかい。4択のゲームに持っていけるよね。うわー、まあ7個目だ。鍵が7個あるな、全部で今のところ。この上はなんだ。あ、何やってんだよ、もう間違った。どんな間違いだよって話だけど。あ、繋がってるんだ。繋がってるのはラッキー。これはどこに繋がってる？まあ潰していこう、一つずつ。ここに繋がってんのね。オッケー。じゃあ次ここと左端入ろうか。これでさ、鍵取るじゃん。で、まあ一回クラウンはしゃあないとして、あれ、さっきって左側に出てきたっけ？これの右に入ってないんだっけ？あー、こうなってんのか。ってことは残る一箇所、ここだけ入ってないってことだよね。正解か？じゃあ左上の2個あるドアのうちの右側が正解だね。じゃあよし、覚えておこう。この右は完全な積みゾーンかな。でも上にドカンあるからワンチャン入れる可能性もあるけど、ピンポンって言ってる。左上の右が正解ね。左上の右。いや、わからんけど、まあ入っていくしかないわな。可能性を一つずつ潰していくしかない。戻れるよ、まだまだいけるよ。まだ粘れるんですね。じゃあ下に降りようか。右が嘘鳴らしたかなと。はい、ピンポン言うとるね。さあ、これでドア入りまして、壁キックして中に入っといたらよかったってことか。なんか意味ありそうでなさそうな模様が書いてある。あ、でも土管あるな、そこ。その土管入ってみようか。じゃあなんか左にもレールあるの気になるな。まあバブルか。この土管はさすがに嘘だよね。で、なんとなくちっちゃくなっていった方が良さそうな気を感じたんだよね。はい、ここが。そう、でかいと多分やりにくいと思うんだよ、その壁ジャンプ。これが正解ですか？ブンブンですか？いや、ブンブン邪魔ー。ここ、とりあえず一発踏みに行こう。踏みに行った方がいいと思う。まあ、踏みに行けんかったけども、謎いな、このコースの進み方。どう行くべきなんだろう。ファイヤー取って、上行くか、とりあえず。ちょっと待って、わかんないわ。どこいるかわかんない。どこいる？なんだこのドッスンたちのパラダイスは。敵のこのパラダイスはなんだ。この下抜けれるよ、ここ。ここ。いや、でもカメックが壊してくれる可能性もある。いや、ダメだな、これ。じゃあ、あれか。ゴールにつながってんのはその緑の土管だけってことか。このドア全部外れだったわけでさ。こっち入ってみるか、一回、ここ。まあ、このルートは嘘やろうと思うけどな。これワンチャン右飛びでどっか届かんかな。さあ、この銅管。いや、まあ、ないわな。一個だけちょっとやりたかったことがあってさ、ここ行くじゃんか。で、あえて下行くと。で、この土管入った先でさ、食らうんだよ。食らうけどさ、この先にあるんだよ。だから、ここデカキープして、ここまで来たらワンチャンこれ、あ、違うか。
違うんか。これさ、こっちにも一応なんか道あるんだよな。あーでも行けないか。いや行けないことないか。あの鍵ドア、唯一の正解の鍵ドアに入ります。で、土管に入るんじゃなくて、なんか左に来たらこういう道もあるにはあるんだけど、この道、あーでもなんか土管あるな、赤い土管。乗り移り、これ正解説もまあ全然あるよな。これ入ろうか。さあ、いやー、でもさ、こっち裏面じゃん。緑土管が正解だったんだよ最終的には。あ、ゴールかい。あー、行けたわ、よかった。まあこれ正規ルートと考えていいんじゃなかろうかと思いますけれどもね。というわけでご視聴ありがとうございました。というわけで明日からは3月平常運転でまたやっていきますので、よろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。